ロンティアのテニシュの状態異常さ、どうにかしてダブルクロスで再現できないかな。無理でしょ。いや待て待てマリサ、できるかもしれないから企画したの。そうなん、でもなんでフロンティア、あのレベルの状態異常なんてあってもいいことないでしょ。いやね、自分フロンティアを一回もやったことがないから、テニシュの状態異常がどれだけヤバいのかを、ぜひ体験してみたいのよ。マリサも体験してみたいでしょ、フロンティア版状態異常。そりゃまあ。でも何を再現するんだ、非属性やられとかは無理だろ。うん、だから今回再現するのは毒状態かな。そこら辺の詳しい話もしたいし、とりあえず装備紹介に移りますね。最初に、テニシュの使う、猛毒、について簡単に解説しますね。まずは体力が減るスピードについて。これは1秒で約10ダメージ、食らえば15秒で床ペロという、頭のおかしい減り方をします。にもかかわらず、この毒は解毒薬などで解毒ができません。治したい場合、専用のアイテムで解毒しなきゃいけないんですよね。聞いてるだけでもゾッとするレベルの理不尽さだな。え、こんなの本当に再現できるの？もちろんっすよ、一つずつ説明していくね。まずダメージについて。これはダブルクロスの激毒に、毒媒化をつけることで再現できそうだよ。あとは解毒に専用アイテムが必要なこと。これの再現は難しいけど、要は簡単に解毒できないってことだから、解毒しづらい苦虫を使えば、ある程度近いものになるんじゃないかな。はい、質問いいですか？なんだねマリサくん、苦虫の解毒確率は 50% ですよね。もし解毒できなかったら、確実にオチオチしちゃいますよね。早くも無理ゲー臭いんですが、解毒できる自信はあるんですか教授？なんとか言ってくださいよ教授。骨は拾っておいて、せめて確率の話をしてください教授。よし、じゃあ始めていくんだけど、その前にまずリタイアです。再現のためにリタイアが必要なんですか？いや、シンプルに苦虫忘れた。でもぶっちゃけどうなんだろうね、フロンティアの毒ってテニシュが使うから強いだけで、ダブルクロスだと微妙そうじゃない？まあ確かにな、攻撃範囲が広いわけじゃないし、被弾しなきゃいいだけだもんな。こう言っちゃうのもあれですが、負ける未来が見えないんですよね。リオレイヤなんて何百頭も飼ってるし、正直サマーソルトに当たる方が難しいって。いやほんとすんませんね、強くて。あっはっはっは。調子こいてすんませんした。あれちょっと嘘でしょね、待って。まだ起き上がってすらいないんだけどね、待って。ああ、もういやあ。いや待て、今回はただの猛毒だ。落ち着いて対処すれば間に合う。こうなったら超特殊でやってやるぜ。その方がテニスっぽいし、おっとまたサマーソルトか？まあいなせば大丈夫でしょ。苦虫を、早く苦虫を摂取しなければ、頼むから解毒できないとかやめてね、こんな土壇場で。いやいやまだだ、私はまだ諦めないぞ。所詮は状態異常だし、震度なら無効化しながら反撃できるはず。さあ来やがれ、せいぜいいい声で泣いてくれよ。いやちょっと待ってマジで減り方おかしいって。ああ、もうこれ苦虫間に合わなくね、やばくね。あ、まずいまた食らっちゃった。まあでも今回は間に合いそうだし大丈夫か。毒の波がやばいって、吹っ飛んでる時も減ってくことだよな。そうなんだよね、今回も起き上がった時にはもう手遅れだと思うよ。ほらね。正直フロンティアを舐めてたよ。まさかこんなに理不尽な毒だとは、どんだけ理不尽かって、これ回避行動ですら死因に繋がるんですよ。明らかに自然界に存在していい毒じゃない。解毒するにもリオレイヤの攻撃をかわさないといけないもんな。慌てて解毒行為をすると風圧に殺されたりするし。まとめると、とにかく時間が足りないんですよ。この毒、最善を尽くしても手遅れだったりするので、食らったら終わりだと考えましょう。あっても今回いい感じかも。一回も毒食らってないし、溜め切りもかなりぶち込んでる。よしよし、このまま押し切れればなんと。実際に挑戦してみて、いくつか分かったことがあるよ。あの毒は治そうと動くより、食らわないように工夫した方がいいよね。大体苦虫が悪い気がするけど。まあ一理あるかもな。フロンティアのハンターも、解毒する暇なんてなかっただろうし。うん、だからスキルを変えてみたよ。二つなリオレイヤは、尻尾の部位破壊で毒が弱くなるから、脳頭術で生存率を上げて、抜刀術、力、でスタンさせて一気に尻尾破壊。っていう方法ならいけそうな気がするんだ。抜刀術技とか、集中とか入れらんなかったの？この装備、毒媒化つけるために色々犠牲にしてるからね。それに抜刀技は狩技やバルカルトの相性が良くないのよ。まあこんなマジレス動向は置いといて、さっさと倒しに行きましょうか。いや待って昨夜、今考えたんだけどさ、勝てるようにスキル組んだりしてるじゃん。それなら、震度やめるべきじゃない？いや震度は状態異常の無効化という役割を持ちつつ火力を出せる数少ないかよ。
こうやって再現してみるとさ、いかにフロンティアのハンターがすごいかがわかるよ。広範囲攻撃多数毒なんて、考えただけでも嫌になっちゃうもん。そこはどう対処してたんだろ？調べてみたら、あっちはフレーム回避が基本らしいぞ。フレーム回避が基本、パワーワードすぎるでしょ。まあスキル構成やハンター側の強さとか色々違うけど、ものすごい技術が必要だったのは間違いないな。内部事情はやったことないからわかんないもんね。今回の毒再現で、少しでも理解できてたら嬉しいな。いやあ、やっぱ脳刀術あると楽でいいな。スタンも狙いやすくなるし、スキルを変えたのは正解だったかも。さっきあんなに負けといてよく言うわ。スキル変えたって、負け戦なんじゃないの？そうかな？今の私はあの時とは違うぞ。見るがいい、この研ぎ澄まされた一撃を。お、頭下げ読みでスタンなんてすごいな。いや今のはまぐれ、研ぎ澄まされた一撃とは一体。へっへっへ、この尻尾にはえらい苦しめられましたからね。ケーキの切り方が上手な私が、しっかり切り分けてあげますよ。二等分にな、二等分は別にうまくないけどな。っていうか作戦失敗じゃん、尻尾切れてないよ。待ってマリサ、怒り状態にできたのは朗報だよ。あとは簡単、そこら辺でなんやかんや貯めて。で、なんやかんやでこうして、こうだー。解説が適当すぎて何も伝わらん。もう、わがままだなマリサは。そんなカリカリしないで、何か甘いものでも食べなよ。ほら、苦虫あげるから、甘いものの話はどこ行ったんよ。まあありがとう、ちょっと食べてみる。あ、言い忘れてたのですが、フロンティアの天使にはランクがあるみたいで、最高4まであるらしいんですよね。今再現できているのがランク3ぐらいの毒なんですが、ランク4だともっとおかしい減り方するみたい。これよりひどい毒とか想像もできませんが、フロンティアの異次元っぷりがよくわかりますね。あ、昨夜切れ味落ちてるよ。今のうちに研いだ方がいいんじゃない？マジか、気づかなかった。ありがとうマリサ。じゃこの岩影を使いましょう。ここなら安全に研げるから。どういうことだ貴様、あ、空間判定も大概にしろ。もう苦虫にかけるしかない。行くぜ。神は言っている、ここで死ぬ定め。ちょっとおいたがすぎるんじゃない？リオレイヤさん、君みたいな悪い子は神道でお仕置きしなくちゃね。やめろ昨夜、今までそれで何回起きたと思ってんだ。やかましい、私はもう止まれねえんだ。今から見せてやるよ、神道の使い方ってやつをな。まずは呼吸をいなしで回避、そのまま動かずに無敵時間でブレスをかわし、すぐさま前進して神道発動。この位置で撃てば完璧。今まで散々蹴散らしてくれたな。次は私の番だ。行くぜおい。いや聞いたかこの野郎。なんだよ、やるときはやるじゃん昨夜、見直したぜ。ふ、やっと私の魅力に気づいたか。なんなら神の野郎と呼んでもいいぞ。丁重にお断りします。はっはっは、まあそう照れるでない。今から神の御技を見せてあげよう。これが神の技、交代読みためさんだ。ふ、どうだいマリサ君、私をこう呼びたくなったんじゃないかい。クイックオブソードと、丁重にお断りします。あ、でも二つ合わせた名前でなら呼んでもいいですよ。何、かっこよさげでいいじゃないか。どんな名前なんだ。クソ野郎、最低じゃないか。今更ですが、今回すごく迷ったことがありまして、F の再現をするからには、毒の強さを伝えなきゃいけないんですけど、勝とうとすると被弾が減って、毒の強さとはかけ離れた動画になっちゃうんですよね。何が言いたいかって、これだとただの超特殊クエになっちゃうんですよ。なので、今回は伝えたいことを先に持って行っております。動画の前半で毒の強さが、後半で猛毒を食らった時の楽しさが、それぞれ伝わっていたらいいな。とても楽しそうには思えないけどな。何回も起きてるシーンばっかだし。いやいや、マリサも食らってみたらわかるよ。え、減り方おかしくね？フロンティアやばくね？ってな感じで興奮しちゃうと思うよ。へぇ、こんな感じで？そうそうそんな感じで。って言ってる場合じゃないじゃん。待ってちょっと、いや嘘でしょ、ここまで来てちょっと嘘本当に。あーもう猛毒なんて大。リオレイヤーおま、マジで許さんからな。毒なら楽勝だとか思ってんのか？お？そんな毒に頼っちゃう甘い頭、今すぐ畑割ってやんよ。くらえ、神道遊園山。あー気持ちいい。だがまだ終わりじゃないで、神道はフロンティアでいうところの超越秘技、最大威力で当てなきゃいけないよな。あんた毒強すぎるんじゃおらー。あれ、落ちないの？いや、腐っても最大威力、確実に効いてるはずだ。レイヤーが弱っててもおかしくない時間だし、一気に畳みかけるぞ。あいよ、ここまで来たらやるしかないもんな。霊の毒がダグクロにあっても勝てるんだって、証明してみせるよ。集中しろ私、絶対にサマーソルトは食らっちゃダメだ、絶対にサマ。いや落ち着け昨夜、まだ苦虫がある。そうだよね、慌てる必要ないもんね。なんか嫌な予感するけど大丈夫だよね。